そしたら今回は新キラーアーティストのウルトラメメントモリチャレンジしていきたいと思います。これね、視聴者の方に協力していただいて全力でちょっとチェイスしましょうと言ってやっております。待ちなさい。ちょっとね、これ実際にこんな感じでいいんかな。おら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 、ドリア早速カラスをつけていく。あ、これ殴った中でミスってもた。待って、カラス継続中や。あ、こういう追い方もできるんか。カラスがおるよー。ということで、まあ、能力解説でも紹介したんですけど、はい、カラスをまとっていると、なんと、障害物越しで、サバイバーの姿が見えちゃうんですね。あれ、なんかクローレットがおったように思えたけど、どこ行ったあいつ。クロちゃん、やばい、クロちゃんロッカーインしたかも。ここやろ。違かった、これはキャンプカラスだ。ドラー、違かった、やばい、ミスった、やばい、出よった、危ない。今度はミカエラちゃんを追いかけるか。で、早速このイタグルの洗礼をこの、ドラドラドリアー。さあカラスをまとまらして OK。 まあこんな感じで、まあ僕今喋りながらやってるからちょっとね、うめき声とか聞こえにくいんですけど、まあ本来であればね、うめき声しっかり聞くプラスサバイバー、まあうめき声聞かんでもええかな、カラスまとわしとったら。壁越しでも見えるんでね、このキラほんま僕みたいなチェイスが大好きな、まあ、キラーさん、まあ、徒歩キラーが好きな人とかにとってはね、めっちゃ、はい。やばっ、マジか。で、早速カラスを。うぃー、あー、当たらんかったか、クソ。クロちゃん、クロちゃんパーンチ。こりゃメメント欲しがっとるな。やっぱ俺がクロちゃん、やっぱ、クロちゃん好きなんでね、メメントしてほしいんかな。これは全員メメントしたいな。ミカエラさん。うん。で、わざとこっちにこうやって追い込むっていうこともできるんですよ。この、だから、まあ、一応チェイスの方法としては、そのサバイバーをカラスの設置してる方向に追い込んで、で、有利な状況を作っておいて解き放つみたいな、誘導チェイスもできるんですよね。マジでこのキラーね、チェイスの種類がたくさんあるというか、俺マジ超好みっすね。これ当てますよ。ほい。いや、マジか。これはクロちゃん釣りたいな。とりあえず全員釣ってメメントできる状態にしておきたいですね。よし、このクロちゃんまだ釣ってないよな。生きのいいクロちゃんを釣りましょうか。おい、破滅の雨を降らしてやるよ。避けていく。 OK。ミカエラとクロちゃん一回ずつ釣ってるから、このクロちゃん釣りますか。よし、全員メメントしたいと思います。しっかりと釣っていこう。これは悶絶のフックやね。一応ね、これ悶絶のフックに吊るすと、こんな感じで、一番回ってる発電機が爆発して、これね、15% 遅延なんですよ。結構でかいっしょ。さあ、救助狩りは、いやー、しっかり行く。でね、これカラスがヒットしない場合ね、殺人鬼の本能のエフェクトが出ます。で、しっかりヒットした場合はカラスをまとうんですけど、しっかりヒットしなかってカラスの周りをなんか通過したみたいな感じになると、ああやって殺人鬼の本能がね反応するんですよ。ほら、せっかくやカラスで仕留めるか。いやー、ミスった。 OK、しっかりと出口を塞いで、さあ、初公開の新キラメメント行きますか。行きます。いや、怖っ。めちゃめちゃ怖いやん。君たちも死にたいようだな。のらー。さあ、クロちゃんカラスまとっちゃったね。まあ、見て、板前とか待機しとったら見えるからね、これ。めっちゃ強くないですか。
せっかくやから能力で倒してあげる。なあ。ということで、ミカエラちゃんも倒しとく。さあ、行きますか、メメントモリ。じゃあ、まずミカエラちゃんから行こうか。怖っ。すごいな、このメメント。お、なんか、ほんまの儀式的なところ行くか。クローデットさん。おお、いいっすね。めちゃめちゃいいね。いやー、毎回ね、メメント楽しみにしてるんですけど、アーティストのメメントいいね。個人的にはめっちゃ好きかな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。